最終回です。先週公共事業の完成談合が行われるという情報をつかんだ私たち。完成談合とは役人や政治家がズルして特定の企業に工事を発注することです。見事なチームワークで決定的な場面を写真に収め、私の青い鳥から天下り OB と現役官僚の癒着を示す内部資料がもたらされ、何が青い鳥だよ、園田さん結婚してんだろ。ああ、私の青い鳥はどこ。五輪先輩はこの資料を政務官と話し合って市民党の早乙女議員に渡し公にしたんです。ここに旧建設省の極秘資料があります。民間に天下りした役員名とその企業にどれだけ工事を発注したかはっきり書いてあります。これを癒着と言わずに何と言うんでしょう。なんだか大変なことになりそうだ。っていうか私の青い鳥は。だから俺だって。合コン頑張ろう。バカ。稲山、お前が市民党の早乙女議員にこの資料を渡したんだな。それは私が。私は稲山一郎に聞いているんだ。おっしゃる通りです。お前には世の中のルールというものが分かってないようだな。野本先生がおっしゃってるのは永田町と霞ヶ関のルールです。稲山、野本先生に大臣政務官にしていただいたこと心から感謝しています。泉総理がやろうとしている道路行政が 100% 正しいと思いません。本当に国民のためになる道路行政をこれから勉強し考えていきます。三流政治家の口車に乗りやがって。持ち出した資料はお前が捏造したんだよな。次の委員会でそう証言するんだ。できません。お願いだ。そうしてくれ。二つか。可愛い盛りだな。うちにも来年中学受験の子供がいるんだ。そうだ。総務課上野課長の説明を求めます。上野君。はい。お、始まるぞ。早乙女議員からご提出いただきました資料を検討させていただいたのですが、書類の書式と違っておりまして。私どものものではありません。私が捏造したっていうのか。どちらから手に入れられたんでしょうか。やけに強気だな。情報源明かす必要ないだろう。新聞社ほかマスコミの後追い取材でも旧建設省 OB と癒着は明らかじゃないか。公務員の守秘義務違反にあたる重大な事柄ですから手所をお答えください。問題をすり替えるなよ。ご提出いただいた資料が偽造されたものであると証言する人間がおります。園田秘書官をお願いします。園田君。
手を回されたか。その資料は私が。本省から持ち出したものです。本物に間違いございません。貴様、なんだ嘘の次は今度は脅すつもりか。彼は嘘をついてます。何言ってんの、あんたがついて証人でしょ。嘘なら嘘で本物を出しなさい。本物、園田さんの態度本当すごいです。いえ、しかし公務員の守秘義務違反は間違いないですからね。園田君はもっと大事なものを守ったんだ。おっしゃる通り、うん、いずれかったら園田君、うちの事務所に来てもいいんだよ。ありがとうございます。でも辞めさせられるまで居続けるつもりです。外からだけじゃなくて中からも通おうと思わなければ何も変わりません。素敵、鈴子、園田さん最大者。分かってるわよ。ただいま。おかえり。おかえりなさい。あ、おはようございます。いらっしゃい。よいしょ。小籠包お土産に買ってきたの、みんなで食べましょう。すてき。色気より食いっけ。いちいちうるさいな。ほんと仲いいな、お前らは。やめてくださいよ。奥さん、万先生なんておっしゃってました。今回のことは自分の信念を貫けば必ず道は開けるって。そうか。あ、それから青い鳥はコウノトリって。ってどういう意味？うん、ケンタが青い鳥でコウノトリってことは、コウノトリって赤ん坊を運んでくるって言われてますね。じゃあ俺がスズ子とできて、私が妊娠、新世紀のことだろう。奥さんじゃないですか。そうなの、奥さん、うん、全然そうなんだ。もうだこれ政務官、女性関係どうなってるんですか。ふたごんだよ。万先生の占いは一度も外れたことがないんですよ。待ってよ、よく考えてください。あ、そうだ、高柳さんだよ、妊娠したの。まさか。おい、聞けよ、ゴリン。聞いてくださいよ。そん、聞けよ。そんなこと聞け。何聞けですか。何やってるんですか。何でもありません。代議士、ちょっといいですか。園田さんが持ち出してくれた資料なんですけれども、このリストの中にアルファベットが書き込まれている建設会社がありますね。これは担当部署じゃないんで、何とも。ピンときて調べたんですけれども、北海道ベニス建設に S、ベニス建設民事党北海道支部に300万円。何ですかそれは。去年の政治献金の資料、別に違法なものではないけど。ああ、北海道支部は実質鈴本議員の政治団体だ。じゃあこの S って鈴本眠雄の S？ 福岡県パルマ建設に A、 愛知県ナポリ組に N。 これは野本派の先生たちのイニシャルにぴったり合うんです。ってどういうことですか。企業と官僚だけじゃない、政治家も癒着して甘い汁を吸ってる。高柳さん、よく気がついたね。このことだったんだ。あの日早瀬さんに言われたんです。お前はパンドラの箱に手をかけたんだぞ。パンドラの箱？ギリシャ神話の一つです。人類最初の女性が神から授かった箱を開けてはいけないと言われていたのにもかかわらず開けてしまった。すると中に入っていた恐怖や怒りや悲しみ、ありとあらゆる災いが飛び出していった。今日この問題は政界にも波及するってことか。どうしよう、手塚さん。ミラノ建設に強制捜査をかけるべきです。で、建設業界と野本派議員のつながりを徹底的にあぶり出すんです。うん、道路公団の廃止民営化、こちらの思惑通りになるかもしれません。うん、
法務大臣呼んで。入ってください。早いな。失礼します。ミラノ建設への検察の捜査はどうなってますか。 A がアリが、 S が鈴本、 N は野本じゃないかと俺たちは見てんだけどね。うちはミラノ建設とは面識ないもん。だったらいいんだけどさ、これ大問題になるよ。逮捕者も出るかもしれない。現金イコール賄賂ってわけじゃないでしょ。いやそりゃそうだけどさ、時期は時期だけどヤバいでしょ。確かにヤバい。ありがとう。健太、ミラノ建設から何ももらってないよな。私も気になって調べたんだけどありませんでした。そっか。はい、稲山事務所。五輪、うちはミラノ建設から金もらってないよな。もらってません。政務官は気にせず職務に専念してください。わかった。稲山です。愛は私じゃないぞ。はい。いや、何でもない。稲山先生、今夜お時間ありませんか。お話ししたいことがあるんです。どういうこと。電話じゃちょっと。しかし君も忙しいんじゃないの。お酒を飲まないととてもお話できそうにないので。夜遅くお時間いただけないでしょうか。ローマエステート。なんだ鈴子。ローマエステートってなんかで見た気がするんですけど。ミラノ建設の子会社。花もらってたんだ。胡蝶蘭もらっても賄賂になるんですか。なるわけないだろ。だいたいリストには1000万円。ええ、この中。ちょっと見して、ちょっと見して。あった。愛がもらった1000万。俺返してきます。今さら返しても。もらうわけにはいかないだろう。捨てちゃえ。どこに。どこに。どこ。分からないです。ゴリンちゃん。ゆきちゃん。どうした。いや何でもない何でもない何でも。いや今ちょっといいかな。あ、じゃあ廊下で。廊下で話す。待ってて。廊下で金庫にしまっとけ。何話って。愛って稲山先生のこと。なんでそんなこと聞くと。心配してんだよ。だってもしそうだとしたら五輪ちゃん自分が罪かぶって稲山先生のことを守ったりしそうだからさ。なわけないか。うん、今時そういう人も流行んないもんね。ゆきちゃんはかばわないか。岩原大臣はな。どうしたの。いや打たれ弱いっていうかさ、この間も泉総理と野本先生の間に挟まれてあたふたしちゃってさ、あんなの見てると命かけてまでもって思えないんだよね。青沢先生はそう思えたんだ。おい、お前は一体誰の秘書なんだ。この青沢まさきの秘書じゃねえのか。まあ付き合いづらいやつだったけどね。ゴリンちゃん心配してくれてありがとう。
江崎さん、ニュース見たよ。政務官大丈夫なんだろうね。江崎さんも政務官のことを心配してくれて。当たり前じゃないか。政務官は俺が守ります。悪者が必要だったら俺のせいにしてくれよ。いいな、ゴリンちゃん。ありがとうございます。記念日でもないのに外でご飯食べようなんて言ったりさ、今だって可愛いとか言っちゃって。だって可愛いじゃん。なんかやましいことでもある？あるわけないよ。それより何食べる？焼肉。せっかくおしゃれしてんのに。だってさ、新世紀がいたら煙もんもね、焼肉なんか食べに行けないでしょ。わかった、煙もんもね。うん。そんなに飲んで大丈夫？酔わないと恥ずかしくて。聞きたいな、恥ずかしい話。初めてお会いしたのは国会の廊下でした。そうだったかな。それから毎日取材でお会いするようになって。ああ。私この人に惹かれてるんだなって自覚したのが。惹かれてる？あの内閣不信任案騒動の時でした。でもな、奥さんいるからな。私できちゃったんです。恥ずかしい。青いってるよ、こんな鳥当たっちゃまずいよ、ワン先生。でも僕たち何もしてないよね。あ、そう。稲山大臣政務官。頑張ってるな、お前。こっちこっち。こっちこっち。あのね、今ね、この人に私たちのことね、お話ししてたの。ああ、そう、話しちゃったな。そういうわけで稲山、俺たち結婚する。よろしくな。お前たちできてたのか。はい。すいません、コップもう一つください。さあ、飲んで。ああ、もう飲んで。青さんがこの鳥だよ。あの時できてたんだ。おかえりなさい。できちゃった。いきなりこんな大きい子が。旦那様、新世紀ちゃんよ。ああ、そっか。だから私もできちゃった。本当か。まさか青沢の。え、なわけないか。そうか、できたか。青い鳥は幸せをもたらすんでしょ。ああ。お父様頑張って。任せてくれ。ああ、お腹いっぱい。また妊娠しちゃった気分。美味しくなかった？美味しかったよ。じゃあどうしてそんな顔してんの？焼肉食べてる時からそんなだったよ。マミー。うん、なーに、ゴリンちゃん。しばらく留守していいかな。え？稲山一郎のため？私が嫌だって言っても
ためなんでしょ。大丈夫だよな、新世紀。うん、ゴリンちゃんの子供だもん。マミハニーって呼んで。ハニが持ち逃げしました。給料が安いんで。健太。なんだって。じゃあうちはミラノ建設から1000万もらって、その金を健太が持ち逃げしたってのか。そうです。そうですじゃないよ。どうして報告しなかったんだ。政務官に心配かけたくなかったんです。ゴリン、しょうがないな、健太も1000万に目がくらむなんて。実は俺も持ち逃げしようと思って昨夜来たんです。ゴリンちゃんも。どういうことだ。うちが1000万受け取ったということはマスコミにバレます。でもその時気がつかなかったっていう言い訳は通用しません。だから持ち逃げすれば政務官は傷つかない。健太もそう思ったんだと思います。バカだよ、ゴリンも健太も。でもそうするしか。そこで俺は決める。ケント探せ。わかりました。鈴子、心当たりないのか。どうして私に聞くんですか。知りませんよ、ケントの居場所なんか。国会前の寺島です。ミラノ建設への強制捜査で見つかった政界への献金リストをめぐり、予算委員会が紛糾しています。鈴本副大臣にお聞きします。この献金リストの政治家の S っていうのはあなたのことじゃないですか。委員長。副大臣鈴本ネムオー君。あのですね、冗談じゃないですよ。私はですね、ミラノ建設からビタ一文もらっていません。去年300万の寄付を受けてるじゃないですか。それはですね、正式に政治資金規正法にのっとってですね処理したお金ですね。それ以外の金があるのか。怪しいですね。どんな折れるような長い足か。繋がることは繋がんのね、健太の電話。でも出ないんですよ。留守電残しても折り返してこないし。番号通知だから出ないんじゃないの。道路4公団の問題で激しく対立していた泉総理と民事党道路族ですが、先ほど民営化することで合意に達しました。合意した。決裂の間違いじゃないの。道路4公団を廃止して民営化、国費を投入しないなど泉総理の主張が通った形になっています。ところが償還期間が30年から50年以内になっていたり、
道路計画を見直す第三者機関の性格付け、人選も曖昧なままで、先送りあるいは玉虫色との批判も出てくると思われます。大体道路族を代表する野本元総理と泉総理との会合が深夜のホテルで持たれたということ自体が今までの民事党のやり方と同じなんですよね。その通りですよ。総理、野本さんとは何を話しされたんですか。野本さん来てんの。開かれた民事党を目指している泉総理の改革姿勢が問われます。世論調査によると 75% が今回の合意を評価したわけでしょ。いい落としどころじゃないですか。私には時間がなかった。野本先生には弱みがあった。国民は喜んだ。三方が丸く収まった。野本先生の弱みって何ですか。ミラノ建設絡みですよ。あの献金リストは捏造されたもんです。違うでしょ。そういうことにするんですよ。まあ立派な二枚舌なこと。国民のためですから。違うでしょ。あんたがヒーローになりたいだけでしょ。流行語大賞なんか取っちゃって。その通りです。泉総理にはヒーローになっていただいて構いません。我々は名を捨て実を取りました。30年を50年以内にすることでこれまで通り高速道路は作れるのです。第三者機関も我々の手でコントロールすることも可能です。さすがは野本先生、感服いたしました。皆さんこれでですね、地元に顔向けができますですね。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしく。はい、よろしく。政務官ここでしたか。さっき林さんから電話があって、ミラノ建設からの1000万は好きに使えだと。存在しちゃいけないお金ですからね。稲山君、ちょっと相談したいことがあるんだけど。何？まったく呆れちゃうよね、うちの当主。何度泉総理に貢献されたら目が覚めるんだろう。名前が鴨山だからって鴨にされすぎだと思わない？稲山君、僕離党するよ。無所属になるんですか。いや、僕たち新党を作るんだ。だから稲山君も参加して。新党？僕たちって？俺だ、稲山。青沢。ゆきちゃん、青沢先生のところに戻ったの？元の鞘ってこと。ちょっと。はい、かかる。21世紀国政研究会は失敗したが、今度は絶対にうまくいく。無所属になっていろいろ考えたんだ。あの時失敗したのは、政党に一番大事なポリシーをないがしろにして陣取り合戦に夢中になったからだ。3人で論議したい。政策を研究し新党の綱領を作りたいんだ。それからだ。それから賛同してくれる仲間を集める。な、数の計算はしない。正しいことを知れば仲間はきっと増える。でも稲山比例区の当選です。他の党に移るのは。既成の政党、市民党や公正党に移るのはダメなんだけれども、選挙以降にできた新党に参加するのは OK なんだよ。じゃあ政務官。俺はお前らの仲間になる資格はない。おい、政務官、何言ってんだよ。ミラノ建設からの献金疑惑、あれ白だったんでしょ。悪い。政務官。稲山！全てを明らかにしたい。全て？ミラノ建設から野本先生、いや我々への不正献金が実際にあること、泉総理の発表が嘘であること。そんなことして何になる。
私は与えられた役割を演じているに過ぎない。泉総理もまた同じだ。私がいなくなっても、泉総理がいなくなっても、誰かがまた同じ役割を演じるだろう。そうでしょうか。そう簡単に日本は変わらんよ。日本国民は変わらんよ。それでも変わるべきです。お前の政治生命も終わるぞ。私はゾンビのゾンビです。野本先生には申し訳ありませんが、野本先生と差し違えられるのならこれほどの喜びはありません。失礼します。ゴリ、金はどこにある？ゴリ、早く。はい。先生、頼んだぞ、早瀬。しかしそれは。俺の言うことが聞けんのか。え、マジで？マジで1000万円もらったの？絶対内緒だからね。でもさ、健太君本当に逃げちゃうんじゃないの？1000万持って。なんで？だってその1000万円って宙に浮いてるわけでしょ。もらったもん勝ちじゃん。独り占めはずるでしょ。連絡取れんの？私の電話にだけは出る約束なの。はい、ゴリンです。ケンタの居場所が分かった。あの夜、鈴子もミラノ建設からの金を持ち逃げしようとして事務所でばったりケンタと会ったそうです。それで鈴子が何かあった時の連絡係を引き受けて。あいつらできてんだ。絶対できてませんって。本当か？本当です。しかし、はい、なんて秘書を持ったんだ俺は。怖いというのかい。汚れたままの金を握らされるのかい。過去を引きずりぼやいてみても、苦い記憶を変わるというのか。腐った鎖を引きちぎるのさ。なんで分かったんすか？鈴子が入った。お前らできてんだろ。できてませんって。金はここにありますけど。え？先輩、殺されるかも。金は出せ。答え、いいから。脅しても無駄だ。
警察呼ぶぞ。稲山、林さん頼む、許してくれ、殺さないで。稲山、何誤解してる。口封じに我々を。野本先生は今頃検察に出頭されてる。野本先生は自分の役割を降りようとなさってるんだ。自ら暴露されるおつもりか。そうだ、ミラノ建設からの不正献金について詳細にお話しなさるつもりだ。稲山、お前をかばうためにだ。イニシャル I は稲山一郎です。しかしこの件について彼と彼のスタッフは何も知りません。政務官就任祝いで混乱する彼の事務所を我々が金の受け取り場所に利用したのです。ミラノ建設から運ばれた金は私の秘書がすぐに引き上げました。だからその金は俺が持っていなくちゃいけない。でもそれじゃ野本先生だけじゃなくて林さんも。俺はどこまでも野本先生についていく。健太、政務官、ありがとう。しかしなぜ野本先生は私を。稲山、お前は自分が演じるべき役割分かってるはずだ。検察で行った証言はここ永田町に激震をもたらしました。泉総理が否定したミラノ建設から政界への不正献金は確かに存在していました。何、国民に嘘つかれたんですか。嘘はよくないね総理。どいてください。ミラノ建設から黒い金を受け取った議員は弁明に必死でした。調べましたところですね、秘書がですね勝手にですね受け取ってたみたいなんですね。あれから調べたら出てきたんだよ。すぐに返しに行かせたよ、秘書に。そして今日、古い永田町政治の打破を目指し新党が発足します。いよいよ新党新世紀発足の記者会見です。はい、もう一言お願いします。はい、政治は数じゃありません、気持ちです、ね、ありがとうございました。はい、来た。本日新党新世紀を立ち上げることになりました元民事党の青沢正樹です。元民事党稲山一郎、そして元主民党の早乙女太郎、現在同志はこの3人だけです。しかし日本の政治を変えていく原動力になりたいと考えております。次の世代に責任を持てる政治をしたい、この社会を作ったのは俺たちだと
子供たちに胸を張れる社会を目指します。具体的には我が党の政策理念は。お二人ともいいこと言いますね。裏で支える甲斐がありますね。裏方なんだよな俺たち。ゆきさん、はい、そして元総理の安田茂先生の言葉知ってる？自分の求める幸福を手に入れるために私は総理大臣は務まっても総理大臣の秘書は務まりません。総理大臣より秘書の方が大変な仕事ってことですか？そういうこと。意味を見つけ自らの意思で生きていく、そういう時代にしていく。新世紀党の名前になっちゃいましたね。コウノトリが運んできたのが新党だったんだね。ワン先生の占いまた当たっちゃいましたね。ねえ、みんなに幸せ運ぶ青い鳥になってほしいな。我々は常に未来を見据えていきたい。新世紀という透明が示す通り新しい時代を作っていきたい、そう考えています。はい、それでは、ストレートニュースの寺島君。はい。あの青沢先生、はいはい、さっきから寺島さんばかり当ててませんか？あ、そうでした失礼しました。じゃあハニーは後回してね。ハニーハニーハニーじゃあ決めていいや。決めて。柴田です。柴田どうぞ。じゃあ稲山先生、現在大臣政務官ですよね。先ほど職を辞してまいりました。任期半ばでその職を放り出す格好になってしまったことは大変悔しく、また申し訳なく思っています。それでも新党結成に加わった理由をお聞かせください。皆さんは50年後を約束する60歳70歳の老人の言葉を信頼できますか？時が来ても彼らは確実に生きていない。政治家が政策を約束してそれが実現できたかどうか見届けられない、こんな無責任なことがあるでしょうか？50年後の日本を約束できる20代30代の政治家がもっと現れるべきなんです。その道筋をつけられたらと思っています。俺代議士目指しますよ。は？その通りです。何言ってんの？代議士の言ってる通りじゃないですか。優秀な人材は頑張れ。にもかかわらず代議士になったら鈴子派閥お前一緒にしてね。序列によってなんで私があんたの秘書やんなきゃいけないのよ。代議士夫人の方がいいか。ですから冗談。能力のある人材健太、特に若手を抜擢するように俺が引き受けてやるよ。さきさん復活ですね。はい、高柳さんのアドバイス通り我々が直面している考え方を変えてみることにしました。誰も経験したことのないものです。代議士からも電話をいただいたしね。年功は関係ありません。我々は実力のある若手を抜擢するしかないと考えています。一連の献金疑惑に絡めてのコメントでしょうか？政官業の癒着は絶対にあってはならないことです。公共事業には国民の皆さんの税金が投入されているのですから、どんな場所でも既存のシステムや組織の中で野本元総理の逮捕は見送られ、政治家、財界、官僚の癒着構造に深くメスが入れられることなく事件の幕は引かれた。そして泉総理の支持率は依然高いままである。しかし稲山たちの新党新世紀は徐々に賛同
このドラマはフィクションです。